はい、どうも、はい、水溜りボンドです。お願いしますね。毎日動画頑張っていきましょう。はい、頑張っていきましょう。はい、今日は何ですか。でまず最近気を使ってさ、ゆっくりやってたら元気ないっていう。元気ではあるから、むしろ抑えてんなって俺思ってるぐらいだからさ。どっちがいいかちょっと聞きたいね、ついでに。そうだね。どっちもできるようにはなってるから、最近は。うん、はい、ということでね、皆さん YouTube レッドって知ってますか。これ多分 YouTube 好きな人は、まあ、関心がある話題だよね。YouTube の課金版。まあだから要するに月額いくらっていうのを入れたら、そう、なんかそのいろんなサービスが使えると。そうそうそう、僕お姉ちゃんがアメリカにいるんですよ。はいはいはい。アメリカで登録すればできるんですよね。なるほど。アメリカで登録して YouTube レッドに入れば日本でも同じパスワードで入るか。そう、てかまあ使えるか使えないか一切わかんないんだけど、ね、日本で YouTube レッド入ってるの多分俺だけだよ。無駄遣いだな、それ。なんかだから俺らがさ、そうね、俺らやるんだけど、はいはい、基本的に1500円ぐらいかかるんですよ、1ヶ月。1500円のものかって思うけどね。まあそれで1500円払うかってちょっと払わないよ、まあ、1500円で何か食べるの。広告が表示されなくなる。はいはいはい。動画を保存できます。ああ、なるほど。先にダウンロードしておけば見たい放題。あともう一個、あのバックグラウンド再生ができるようになります。これはちょっといいよな。あの時に一回 LINE 飛んだら切れちゃったよ。そうそうそう。音楽の PV とかを聞きたいけど PV 流しつつポッケ入れなきゃいけないから、うん、あんのよ。あるね。ということで、うん、日本でどこまでそれができるのか、はいはい、ちょっとやってみたいと思います。まずじゃあ広告どうやってやったら出るか出ないか、ちょっと一個一個見てみる。僕らのでいいんですかね。広告出ないのか。日本に来てるから無効化されたら出るよ。いや、その場合1500円すごい損になるよね。じゃあやってみましょうか。なんで、いやもうガストの新しい日替わりランチ、ガストの新しい日替わりランチはって言ってバッて出てたよ。広告はダメね。嫌な予感しかしねえよ。ピューディーパイっていう人がいるんですけど、うん、その人のすごい登録者数がいるんですね。そう、うん、これがね、多分購入済みになってるとこ見ると多分 YouTube レッドに入ってるから、うん、見れますよってことなんだ。すごい。一瞬だけ、まあだからそれは日本でも見れそうだね。うん、あとはこれバックグラウンドで再生することができます。これあの日本ではできないって言ってました。できないじゃん。聞きました。あ、お姉ちゃんに。ということでね、今日はあの日本で YouTube レッドを見たらどうなるかっていうの、唯一の人間としてね、はいはい、行きました。ただ、まあ機能として使えるのは、うん、YouTube レッドの動画が見れる。特別動画。YouTube レッドの特別動画が見れる。うん、以上。以上。広告バンバン出ましたね。広告がバンバン出ます。はい。1500円払ってるのに、広告が出され、後ろでも流せなく、YouTube でもダメで。海外の人からしたら1500円払ってでも、見たい動画なんだと思うんだよ。まあ、俺らからしたら、あんま関係ないけどね。俺ら全然関係ない。全然レッド入んないし、多分。うん。お金かかる。何もかんのって言わない方がいい。くれます。はい、ということでね、以上、今日の水溜りボンドでした。はい、ぜひチャンネル登録してください。はい、また明日、ありがとうございました。